清掃完了です。さて今回は手落ちとるか。すいません。まっと、うえうわなんとか。彼の名は赤羽。で、なんじゃこりゃ。大丈夫ですか。不具合で低層位置がずれてしまったみたいで、体が地面に埋まってしまって身動きが取れん。時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。つうかどこじゃここは。なんか花も木もやたらバカでかいが。それなんですが、あ、赤、赤、赤が。どうした変な顔して。赤羽さん、後ろ。たとえ巻き戻しはこんな状況でも、右目のタイムマシンリトライアイを使えば。うわあ、リトライ。時間を巻き戻しやり直すことができるが、うわあ、空だったの忘れてた。最初の低層座標が空中でしたもんね。だが今度はうまく着地してみせ。なんでじゃ。ああ、なんじゃこのでかい桃は。じゃない、ケツじゃなこれ。この星の原生生物でしょうか。うわ、いっぱい集まってきましたよ。なんかおじさんみたいな変な生物じゃな。地球の中年男性みたいな動きしてますね。どう見てもおっさんじゃな。うわ、また出た。赤羽さん、ここはもう一度リトライを。おじみ、ゴー。急におっさんたちがイノシシに向かっていったぞ。そしてその猛攻撃により逃げてった。あんなしょぼい攻撃で。さあ今引っこ抜いてあげるからね。あだだ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 だ。よいしょ。お、抜けた。助かった。私メリー、よろしくね。わしは赤羽じゃ。この方は今回のターゲットですね。宇宙飛行士のメリーさんはこの惑星にたどり着いたんですが、帰還することができず本日命を落としてしまいます。なのでそんなメリーさんを救いましょう。そういうことなら。って、刀がないぞ。落下の際に落としたのかもしれません。まあすぐに見つかるじゃろ。あいいんですか。そんなに難易度も高くなさそうじゃしな。ところでメリーはさっきから何を見とるんじゃ。ああ、これ宇宙船の探査レーダーよ。この星に着陸するとき、事故で脱出ポットが起動しちゃって、宇宙船の本体と違う場所に放り出されちゃったのよね。見つけないと帰れないっちゅうわけじゃな。一緒に宇宙船探しに協力するぞ。きっとその途中で何かが起こったんじゃろ。本当？ありがとう、赤みん。誰が赤みんじゃ。そもそもこいつらは何なんじゃ。オジミンはこの星で唯一友好的な原生生物。私の言った通りに動いて助けてくれるのよ。ほう、ならわしの言うことも聞くかも。お前ちょっとこっち来い。ピッ、なんじゃあいつ。あれ、なんでだろう。メリーさんにだけ従順みたいですね。うわ、鳥、ヘビ。わからないけど、まずそう。じゃが、さっきみたいにオジミンたちに。ダメ、この星の原生生物はすごく凶暴で強いの。不意打ちならともかく。一発で全員吹っ飛ばされた。正面からじゃ勝ち目はないわ。うわ、みんなやられちゃった。しっかりしろメリー、とにかくもう一度じゃ。一人でこの星に来たメリーさんにとってオジミンは大事な仲間。傷つくと彼女の精神に多大な負荷がかかってしまうようです。オジミンも一人も死なせずに進めってことじゃな。上等じゃ。しかしオジミンたちは想像以上にもろく。気をつけて、あいつ火を吐くよ。任務は困難を極めた。しかしって、あれ、赤い奴らはピンピンしとるぞ。赤い子たちは炎に強いみたい。321回目、数々の失敗を経たことで。おお、青いオジは泳げるんか。おお。553回目。おお。黄色いオジはすごいパワーなんです。719回目。おお、イノシシの突進を腹で受け止めたぞ。紫おじは頑丈です。オジミンの特性も少しずつ理解していった。そしてついに。あったわ。おお、あれがメリーの宇宙船か。よし、すぐに乗り込んで脱出をしま。あ、待て。火を吐く豚、この辺では一番危険な個体だわ。さらにもう一匹いるな。
水吹きガニも。厄介そうなのが周りに住み着いてるってわけか。どうしよう、これじゃ宇宙船に近づけない。せっかく誰も失わずにここまで来れたのに。メリー安心せ、わしがこいつらを引きつける。うまくいったらお前は宇宙船で逃げろ。赤羽、おいこっちじゃこっちじゃ、わしが相手してやる。はっ、よっ、よし、これくらいならなんとか避けれるな。何、カニの動きが想定以上に速い。いっつつ、骨も何本かいかれてるな。あそこに刺さってるのはわしの刀。よし、あれさえ取り戻せばこっちのもんじゃ。リトライ。856回目、木から飛び移れば。ダメです、気づかれてます。失敗。1032回目、ひよじみにわしを投げさせ。うわ、仲間。失敗。1105回目、はあはあ、くそ、刀さえあればこんな奴ら。意外と難易度が高いですね。リトライアイの使いすぎは気をつけてくださいね。精神的ダメージを大きく受けるからだ。ダメじゃ、奴らはここを縄張りにしとる。下手すりゃつがいが来たりして手に負えなくなるぞ。ですがこのままでは赤羽さんだって。あ、メリー逃げろ。青じめ、こいつは確か水に強い。それに赤は火に強く、黄色は力持ち、紫は頑丈。一人一人は弱くても力を合わせればいけるぞ。次こそ宇宙船を戻せるかも。本当に。ああ、こいつらと一緒にな。リトライ。赤羽、どうしたの急に。この作戦にはお前たちの協力が必要じゃ。じゃがメリーの命令を待てちゃ間に合わん。頼む、メリーを守るために今だけわしの言うことを聞いてくれ。ありがとな、同盟成立じゃ。よっしゃ、作戦開始じゃ。わしら全員でメリーを助けるぞ。火に強い赤おじは指定した場所まで豚を誘導してくれ。その間にわしらはカニの相手をする。行くぞ。ハサミは任せた紫王子。よっしゃ、奴の頭に登れ。やーい、でかいだけのバカガニ。悔しかったら水吹いてみろ。来たぞ、青王子民頼む。青王子民耐えろ。黄色おじみんを投げて豚の頭に乗せる。よし、刀を引っこ抜け。よし、こっちに投げるんじゃ。ナイスじゃ、バージョンアップ。フォワード。刀さえ取り戻せばこっちのもんじゃ。赤羽さんはバージョンアップを発動することで3秒間200倍速で動ける。本当にありがとう赤羽。それにオジミンたちも。気にすんな、困ってるやつを助けるのは当然のことじゃな。赤羽さん、僕たちも帰りましょう。ミッションは無事クリアです。そうじゃな、お前らともここでお別れじゃな。そんな顔するな、短い間だったけど楽しかった。ただのおっさんかと思ったけどお前らすごかったぞ。ほら、握手じゃ。あ、くっせー、やっぱりお前らただのおっさんじゃ。仲がいいのか悪いのか。こうしてオジミンと赤羽さんの任務は幕を閉じた。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。